なかった。はい、っていうことで今みたいな感じで、まあ、2通り動画右弱点左弱点の時見せたんですけども、久我雄馬重心化回ではなく重心化の状態であれば弱点維持に依存されずに SS で楽々ワンパンができますと。でガトリーのね当たり判定が3判定、まあ、弱点2つと本体判定しかないので、まあ、必ずどっちの弱点取ってもワンパンができます。かつサイドエフェクトも同時に、まあ、弱点特攻攻撃評価必殺全開を使えばねより安定してワンパンができるかなと思います。なので今後ガトリンを、まあ、今からガトリン周回するよって方は受信化の状態でクガユーマをね運用して使ってあげた方がいいかなと思います。ということでね終わります。バイバイ。